Buenas tardes, amigos. どうも、PJLL のパハロンです。今日は、Destruction in Beppu スペシャルシングルマッチ、内藤哲也対鈴木みのるのファイプロ予想、やっていきたいと思います。まあさ、プロレス界の王様がさ、どうしても俺とやりたいって言うからさ、やってあげなくもないんだけどさ、王様、俺はあなたの欲しい宝物持ってないよ。それとも、その宝物以上の輝きをこの内藤哲也に見てしまったのかもね。だったらしょうがないね、やってあげるよ。ということで始めていきましょう。まあこの試合ですね、実際のあの動画予想じゃない、勝敗予想の動画でも、まあ言いましたけれども、まあ正直未だにこのスペシャルシングルマッチの意味がよくわかっていません。G1 後なぜ急にこの展開なのかと、いうことなんですが、まあ僕の勝手な推測をしていったときにですね、これはもしかして鈴木軍、解体へのシナリオなのか、もしくはですね、もしかしたらなんですけど、太一選手、ロスインゴ入りするんじゃねって、ちょっと思ってます。まあ、内藤哲也と仲がいい、仲がいいというか、まあ、いろいろ縁のある太一選手、そして、まあ、メキシコにもルーツのある太一選手、まあ、正直ね、ロスインゴに入る、条件みたいなものは、まあ、ほぼほぼ満たしてる気がするんで、まあもしかしたらなんですけどね、このスペシャルシングルマッチに何かしら意味を見出すとすればですが、この試合の前の試合で行われるネバー選手権試合において太一選手がネバーベルトを体感し、このスペシャルシングルマッチで内藤選手が勝つ、まあ、このシチュエーションが揃えばですね、太一選手を勧誘、まあ、勧誘する動きをするのか、まあ、もしくはもう本当にね、その場でロスインゴ入りになるとかという何かがあるんじゃないかなって思ったりもするんですけどね。まあ、それ以外にね、正直ね、この試合をやる意味っていうのはね、見出せていないです、今の自分では。まあ、ぜひね、この試合の意味を僕はこう捉えているよとかですね、まあ、意味なんてなくてもいいんだぜ、ただ単に私はボスを応援したいのとかですね、ただ単に私は内藤さんの応援したいのというですね、皆さんからのコメントはぜひ YouTube のさ、コメント欄に書いてってよ、後で読むからさ、っていうね、若干の内藤感を、ね、出しつつ。おー、いいっすねー、ミノル選手の声いいっすねー。さあ、意地のエルボー合戦だ。
いやでも本当ね、この2人が対戦すると、ミノル選手のね、膝十字とかがね、内藤さんの怪我しているというか、状態の良くない、まあ、膝を襲うかと思うとですね、選手寿命が短くなりそうで、ヒヤヒヤしてしまうんですがね。いやでもボスもね、本当この年齢にして動きっていうのは本当すごい基礎体力だなと。おっと おっと、何ですか？おっと、ここでグレートムタが おっと、毒斬り グレートムタが乱入してきました。これはレフェリーは止めないのか？おっと、2プラトンの攻撃だ。いや、まさかのグレートムタが乱入してくるという、なんすかこのシチュエーションは。うわ、ランディングボディープレス。こうもはや2対1じゃないですか、レフェリー。海野さんはこう止めなくていいのか、これを。おお、ナイスアシストをして帰っていくムタ。いや、まさかのムタが乱入してくるというですね何とも言えない展開が起こってしまいましたね。まさにスペシャルシングルマッチ。あと場外戦か。まあ、場外戦させない。いや、場外戦にはならず、そう。ってことですね。これ、鈴木軍からも乱入があったりするのか、もしかして。おっと、デスティーノ、ここでデスティーノを決めていく。カウントはしかし 2.9。さあ、翔帝の連打。あら、睨みを効かせる。一本足頭突き。サッカーボールキック。いや、しかしカウントは2。トップロープからのシューティングスタープレス。おっと、高道の下 ここで高道の下が乱入してくる。これはボスを助けに来た高道の下。しかしこのコスチュームの色は海援隊スタイル 海援隊道場スタイルではないのか、これは。わ、垂直落下式。ジャストフェイスロックも。いやー、しかしレフェリーは止めないんですね、乱入が入ってきても。おっ、投げっぱなし、ジャーマン。さすがのこれは内藤選手もスタミナ切れで。ああ、しかしここでデスティーノからのネックブリーカー。そしてここでエルボー合戦。ドロップキックからのニヒールキック。しかしここで万事耐えられるのか。お、耐え切った。意地のエルボーだ。
さあ両者決着がつかない様子だが、もうフラフラだ。うわー、出たー、円髄。これはグロッキーに近いんじゃないか。おっと、ゴッチ式決まってしまった。ゴッチ式、これはいや、かカウント 2.9 だ。さすがゾンビナイト。おっと、コンプリートショットは無尽蔵のスタミナを見せつけていくナイト。ここでチン、え、おっと、まさかの今チンロックでボスがギブアップをしてしまうという、いや、まさかの展開が生まれてしまいましたよ、これ。チン、まあでも、まあでも一番こうファイプロの今までやってきた試合予想の中で一番面白い試合でしたね。まあこのスペシャルシングルマッチどうなるかは分からないというか、これの勝敗が何かに影響するのかというところなのかなという感じで、まあ正直ね、モヤモヤしたままですが、まあこの試合もねワールドで見届けたいと思いますので、まあぜひ皆さんもこの試合の結果予想、展開予想などありましたらぜひ書き込んでいただければと思います。次はですね、デストラクションイン神戸IWGP ジュニアヘビー級王座決定トーナメント1回戦、櫛田対武士のファイプロ予想やってみたいと思いますので、ぜひ次の動画も楽しみに。まあ次の動画もさ、簡単に見るためにはさ、この PJLL のチャンネル登録まだしてないとかいる、してない人とかいるんですかね。ちょっとびっくりしちゃうんで、早くチャンネル登録しといた方がいいですよ。それでは皆さん、またお会いしましょう。アスタルエゴ、アディオス。